わけでホテルに着きました。回転式ドアだね、怖いね。1人ずつ行くか。頑張れ。着いた。さあチェックインしましょう。Thank you very much. エレベーターこれですね。はい、無事チェックインしてお部屋に行こうというところでございます。軽くアップグレードしてくれたね、うん、ちょっと高めのフロアで7階、うん、高層階だ、ありがたい。729番。フィットネスルームが6階にありますね。おー、こんにちは。マーさん、我々は今フランスにいますよ。まだ街に住んでないから実感してないんだよ。でも部屋番号デカデカと分かりやすくていいね。すごいデカいね。というわけでこちらでございます。一番奥だね、本当に静かでいいね。オープン。よいしょ。よいしょ。綺麗だね。あ、いいですね。カード入れて電気がつくタイプのお部屋でございます。というわけで到着しました。いい感じだね。あ、いい感じだね、うん。景色はいかがでしょうか。こっちから。おお、おお、すごい。パリだ、パリだ。建物がもうパリだもん。どうですか、映画の中だけで見ていた景色が今目の前に広がっております。あ、でもこれ、ね、あれだね、左側だね。凱旋門あっち側ですね。こう目の前にある古い建物、これ学校みたいね。おそらく学校ですね、うん。キッズたちがみんなでなんか下で遊んでおります。いいですね。めっちゃいいじゃん。お部屋いいね、いい感じ。キングベッドかな。綺麗、シャワールーム。ほんと、どれどれ。あ、いいですね。すごいある程度の空間もあるし、おしゃれだし、ちょっと新しめだし。クローゼットがちっちゃいのだけがちょっと待ってかな。クローゼットか、ちょっとそこは工夫しないといけないね、うん。トイレも広。トリッパないのかな。ドライヤー、ミニバーが上にあって、ここの金庫はじゃあ使っても大丈夫そう。ちゃんと信用しても良さそうだ。自分ので、設定したナンバーだから、うん、貴重品の、うん、まあ、ブランドものとか、まあ、あ、そこに冷蔵庫があるのか。冷蔵庫こんなところにある。逆じゃない、逆、うん、逆だった。お水1本しか入ってないね。置いてなかった1本しか。いや、全部バスローブとかも1個しかないよ。本当にバスローブが1個しかないから、それだけちょっと言わなきゃいけないかも。あ、これね、1個しかない。これは先に言わなきゃいけない。 OK。 でね、ここね、やっぱりフランスなんでね、うん、電源がこの形式です。で、240V なんで注意しましょう。はい、シャワーとドライヤーのちょっと使い心地をレビューしたいと思います。このドライヤーね、結構風量強くて、で、温度も高いんで乾きやすかったです。とっても自分的にはいい感じのドライヤーでした。ちょっと温度高いかなとも思いましたけどね。それからシャワーなんですけど、こちらのね、天井から来るシャワーがとっても良かったです。すごいね、横長で自分の体を全部覆い尽くしてくれる感じのシャワーで、水圧、こっちのシャワーの水圧はまあ普通かなっていう感じでした。水の量っていうか、出る水の量もそんなに多くはないんですけど、問題ないぐらいの感じの水圧でした。なのでこれが結構お気に入りですね。いい感じです。で、扉がないのでちょっと水が飛び散ってしまうなっていう感じはあるんですけれども、そこはちょっと工夫してシャワー浴びなきゃいけないかなっていう感じです。あと、ボディーソープが置いてないのか。で、シャンプーなんですけど、シャンプーしか置いてなくて、ボディーソープどこ行ったって感じなんですよね。一応だから石鹸使って僕は体洗ったんですけど、もしかしたら自分で持ってきた方がいいかもしれません。僕は後でスーパーに買いに行こうと思っています。おお、突然の水で、コンディショナーもないです。なので、まあ、自分で用意する必要がありそうですね。そんな感じでございます。でね、ちょっとこの蛇口がね、めちゃくちゃ使い勝手が悪いですね。こいつ左に傾けたらあったかくて、右に傾けたら冷たいなんですけども、あったかいじゃなくて激激熱いなんですよ。めちゃくちゃ熱くて、昨日だからあったかいのでやろうかなと思って、こうやってこっち側に思いっきり傾けてやったら火傷しそうになりました。しかもコントロールが難しいんですよ、これ。こうちょっと左に傾けたらすぐ熱くなる。で、少し右にどんどんこうゆっくりゆっくり倒していったとしても、とあるところでいきなりキュッて冷たくなるっていうね、あの温度調整が難しい蛇口になってます。そこがちょっと難点かな。はい、そんな感じで水回りでした。というわけでここで7日間過ごします。6泊。お世話になります。
せんもあっちだね。あっち側。うん。というわけでもろもろ部屋の片付けをして外に出てまいりました。そもそもでもどこ行こうかって話だけど、シャンゼリゼ通りを散歩する感じにする？うん、歩く？うん、オッケー。そして我々今ノーマスクでございます。いやパリはねもうノーマスクでオッケーっていう感じの雰囲気になってますんで、ここを渡ってみようかな。あ、行けるね。進みましょう。今日のマーさんの格好、着いてすぐパリ仕様になっております。可愛らしい。この街並みよね。ここから覗くこの街並み。マーさんは興奮しております。侵入禁止のマークがすごい主張する感じに画角が収まってしまった。アパートか。昔からあるアパートなんだろうね。作りがだってドラマでしか見たことないやつだもん。そうだね。ここを曲がってまっすぐ行くと凱旋門があるはずなんですけど、私の地図の読み方があっていれば。あれ、エッフェル塔の頭だけ見えてる。あ、本当だ、エッフェル塔の頭だけ見えてる。頭だけこんにちはしてる。あの辺まで行けば相当いい景色が望めるはずだよ。オーケー。この辺からメトロ入れるね。ここが多分一番最寄り。ここね。うん、ポルトマイオ、ポルテマイオかな。やっぱ日本の夏とは全然違うというか、日本の夏が特殊すぎるのかもしれないよね。うん、なんか6下あるじゃん、うん、なんであんなにしっとりしてるんかなと思ったの、うん、あれフランスなんだけどさ、うんうんうん、いやしっとりするよね。こんなに夏乾燥するんだったら必要だよねってなるね、うん、あ、赤になっちゃった。だめ。横断歩道の信号赤になるの早すぎ説。スーパーね。スーパー早かった。渡り始めて10秒も経たないうちになってたよね。なってた。これの紙がすげえ。もうちょっとで凱旋門のはず。もうこっから向こうの区画で建物の感じが違うもん。絵になる。この景色絵になる。絵にしかならない。ね。絶対あそこなんか撮影で使われてるでしょっていうレストランの風に見えるけどね。まあここでは普通なんだろうね。本当だ、マクドナルドあった。ここに来れば食えるね。ここ一番近いマクドナルド。なんか勘違いかもしれないけどさ、うん、この通りに入った瞬間に気持ちがすごい晴れやかなんだけど、気のせいですかね。気のせいですよ。すごい心地がいいですね。心地がいいっていうか綺麗だね、やっぱ街並みが、うん、道路は汚いんだけど風景は綺麗。風景やばい。人住んでんだろうね、これ全部。ああ、そうだろうね。この辺もマンションなんだろうな。おのぼりさん発見。あ、すいません。一瞬でね、しまおうぜ。おのぼりさん発見。すいません、すいません。登ってこうぜ。ガンガン気分上げてこ。ギャンギャンにね、うん、今夜中の24時回ってますけど。25時です。もうそろそろ夜中の1時のドンキのテンションなんですけど、日本ではそうだよね。さあやってまいりました、凱旋門でございます。でかでか。そして上に登れるみたい。いっぱい人乗ってる。ミュージアムパス持ってれば入れるはずなんだけどね。もうこれ階段なんだよね。そうだっけか、うん、まあでも中にエレベーター作ると確かに夢ないよね。そしてこれをぐるーっと迂回して正面の通りに入るとシャンゼリゼ通りでございます。まずはここでお写真。でかいね。肉眼だとやばいでかいね。でか。さて凱旋門の下をくぐって凱旋門の真下に行きたいと思います。地下道があるっぽいんで、うん、それを使っていきましょう。右側から行った方がいい。気をつけて。どこに敵が潜んでるか分かんねえからな。俺は警戒してるぜ。結構広いね。これ真下なんじゃない？凱旋門の真下。これ上登ったら真下かもしれない。あ、その位置です。あ、そうだね、来た来た。うわ、すげえ。わお。さっきからずっと野外ウォーキング中ですかって。私もめちゃくちゃ出る。やっぱ旅行って歩き回るからカロリー消費するんだよね。さあちょっと人通り多いところなんでスリに気をつけましょう。2階建ての観光バス。
上が開いてる。これがオーシャンゼリゼです。はい、というわけでやってまいりました。シャンゼリゼ通りでございます。カルティエだ。いいだったのかも。あ、カルティエですね。カルティエはフランス？フランスだと思う。ディオールあるよ。ディオールの持ち物じゃなかったかしら。絵になる。携帯で。オッケー。ディオールめちゃくちゃ並んでるね。すごい。すごい、この通りやっぱりなんか特別感があるね。もうちょっとそれっぽいところ歩こう。木がこうやって奥まで続いてるのを見るのがいいな。いやでも建物の感じよ。マクドナルドもさすがに黄色と赤使わないよ、そりゃね。見て、あそこにあるから。マックってわかんない。ね、全然マックってわかんない。あ、モンクレールですね。モンクレールもフランスだね。ヴィトンが見えてまいりました。言えてないじゃん。でもここが本店かどうかわかんないな。ここ本店だよ。ここが本店？うん。シャンゼリゼ通りが本店です。というわけでやってまいりました。ヴィトン本店。何も買うつもりはない。うわーすごい。一番上に LB って書いてある。おお。そしてこの並び。ビル全部がヴィトンだね。ねー。すごいわ。あれ、これディオールって書いてあるけど。多分ディオールもしかしたら隣なのかもね。あれアップルストアですよ。先生。あの見た目でアップルストアです。おしゃれすぎる、 おしゃれすぎる。そしてマーさん、やはりですね、普通に我々今過ごしてますが、うん、パリの人たちほとんどマスクしてない。本当だね。みんなしてない。いや本当にコロナが収まったのかどうかっていうのは分かんないけど、パリは本当にもう日常を取り戻しているね。マカロンで有名なお店、すごい並んでる。さっきのエスカルゴの料理気になるね。いいね。食べる？あそこ入っとく？うん、見て見て、エスカルゴ。あれ、日本語のメニューありそう。ここやっぱ観光系で来る人が多いんかな。ね、軽くなんか食べるか。食べよう食べよう。ここなんかちょっと気になってる。Thank you。 パリ最初のレストランでございます。すっごいね、トリュフの匂いするの。すごいね。どこにあんのトリュフは。私のトリュフはどこにあんのよ。探せ、トリュフ探せ。エスカルゴ食べたい。トリュフパスタがあるのは見つけたよ。ペンネのトリュフクリームとクリスピーチキンっていうのがあるよ。でもエスカルゴ食べたいよね。エスカルゴも食べよう。ちっちゃいやつもできる。 6個と12個。6個でいいね。うん。Are you ready? なんだっけ、サラダとパスタとエスカルゴ。エスカルゴ。乾杯。 No problem. Thank you. みんな感じが良い。感じが良すぎでしょ。どうしよう、思わず笑っちゃうよ。ニコニコしちゃってしょうがない ね。お店の名前がこれ。どうやって食べるのか知ってる？追加されたエスカルゴ食器、それ挟んでそのちっちゃいフォークでくり抜くでしょ。 OK。 これ何？カラー入れかな。あ、違う、チーズだね。ちょっとまだ信じられない。今ここ表参道なんじゃないかと思ってる。あなたは今フランスにいます。表参道じゃなかった。違います。皆さん、奥の方に見えます、あれがミッキーです。ほらほら、完璧な偽物でした。完璧な偽物でした。びっくりしたね今。まあまあ我々はね、30日に本物に会いに行くんで。本当にそれも楽しみだね。メニューの駅行きました。めっちゃ細そう。トレビアンですね。うん、トレビアン。トレビアン。パン来た。ありがたい。いやー、いただきましょう。我々の夕飯でございます。ちょっと待って、なんか写真いっぱい撮っていい？いっぱい撮ろう撮ろう、撮りましょう。ち、私じゃないよ。自撮りしようとしてる。エスカルゴ、初エスカルゴ。このペンネトリュフパスタ、やばいね、匂い。めちゃくちゃ美味しそうな匂いする。これ雰囲気いいね。いいね。食べよう食べよう食べよう。いただきます。嬉しそうでよかった。俺も楽しい。まだ滞在1日も経ってないけど。じゃあ私は
行っちゃいましょうかね。これちょっと力結構いるな。上手に食べれるでしょうか。この状態でおじくり出す。あ、出てきた。すごい。すごい、色が怖い。出てきました。怖いね。いただきます。おいしい、うん、中にパン粉とかガーリックとかめちゃくちゃ入ってる。でも貝みたいな感じだね。サラダ食べます。おいしいよそれ、ね、すごいおいしそう。うん、それ何？それがうまいよ、うん、このソースというか。え、どうやって食べたんだろう。え、まあそれでも大丈夫だ、うん、これが難しいね、うん、いいね。ここでしょ。よしよしよし、うまくいった。いただきます。食べれる。食べれる、うん、よかったよかった。トリュフいきます。これやば。おいしい。めっちゃうっとりしてるやん。フランスというかやっぱトリュフだよ。すごい食べたかった味これ。ほんと、うん、よかったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごい弱かったエスカルゴとか。うますぎた。さて、それではですね、うん、メトロを使って近くまで戻って近くのスーパーに寄って帰りましょう。 OK。 もうだいぶ眠そうだね。やばいね、今日はちょっと本当にやばいかもしれない。しょうがないよ、ちゃんと寝れてないから。まず飛行機の中でまだでも寝た方だと思うけど、今回は俺も5時間寝たかなぐらいだな、うん、今日はたっぷり休みましょう。そうしよう。お目がもう閉まったよ。お目がもう閉まっちゃった。早い、はいはい。無視した。こいつめっちゃ向かってくるやんと思って、うん、いや正直ちょっとね、偽物には興味ない。ああいうのってさ、一緒に写真撮ったらさ、チップよこせとか言ってくるじゃん。ああ、そっち系だよね。いやだから嫌なのよ。それもそれで嫌だよ、ね、なんかいや3日後くらいにミッキー会うしと思って、ここでミッキーと会いました感作りたくないよね。全然いらないよ。来た。よし、初メトロ乗るぜ。ここ結構スリー多発の地下鉄だから気をつけましょう。そう、あそこの紫色のところにタッチしてグイって押さないと入れない。出るやつ。あれは出るやつ。出るときはいらない。出るときはいらないと思う。入るときだけピッていうのが必要。このソーティーっていうのが出口って意味。うん、すぐ来るね。うん、でも時刻表っていうのがないんだって。3分から5分間隔で来るっていう話らしい。多分アナウンス日本語言ってたはず。聞いてみて。あ、本当だ。スリにご注意くださいだ。やっぱり日本語言ってた。日本人の被害者が多いんだよ多分。というわけで皆さん、スリにはご注意ください。まあ、警戒してたら多分大丈夫だと思うけど。基本的には警戒してれば平気だよね。うん、まあ、あとは主要の駅とかね。そう、気抜いた瞬間にやってくるから、ね、あとは取られにくいバッグを自分で選ぶこと。そうそう、まあ、こんな感じでね、前に構えたりとか。僕もやってますけど、こんな感じで前に構えると、そう、あの携帯をこうやって私を繋いでるんですけど、そうそう、繋いだりとか。あとね、意外とすれ違いざまも危険だから、うん、前から来る人をちょっと警戒して目合わせたりとか。ポケットに何も入れないの。そうだね、ポケットにも何も入れない。あの、例えばゴミとかだったらいいけど俺マスクしか入ってないわ。そういう、そう、取られても何も替えが利くようなものとか。そうそうそう、飴とかさ、ホテルのキーカードとかも入れない方がいいね多分。うん、そう思う。とにかく最大限警戒して移動することをお勧めします。ここはもしかしたら開くパターンのところだね、うん、ピッてやったら。難しいな。階段頑張って。どこに出るんだろうこれ結局。パリは基本的に階段しかないから、それじゃ本当にみんな足腰悪い人は気をつけてね。全部歩きにくい靴で来ない方がいいよね。全部ウーバーで移動して。ああ、そっちの方がいいね絶対。もう終わり、もう終わり、もう終わり。 OK OK。 次回は
8時だけど明るすぎませんか。午後8時の空です。眩しい。どうなっとる。この奥の通りの中に商店街っていうかスーパーがあるっぽいんだよね。おじゃあいいじゃん。でそれが10時までやってると。うん、オッケーオッケー。そこに行きましょう。行きましょう。パリはライムっていうのと、あとなんだろうこれ、ドットかっていうライドシェアサービスが盛んみたいですね。うん、この道を奥に行きます。もうガッタガタに倒れてる。あとティアーっていうのもあるのかな。頻繁に使われてはいるんだろうけど。スペインもライムだった、うん、ライムはヨーロッパ圏で結構じゃあ展開してるやつなのかね。この縦列駐車の距離感数やばすぎでしょ。この白い車とかどうやって出すの。出せる。いやギリいけるな。後ろのボルボが優しいからまだいけそう。こんなになんかさ芸術的な街並みなのにさ居住区だからね。あったカルフール貴船、ね、日本食レストランですかね、うん、まさかね、突然のひらがな。さあここです、カルフールシティ。はい、じゃあ買い物しましょう。クリスタライン 0.69 安。空港の値段と比較するともうとんでもないぐらい安い。これにしてみよう。 OK。 飲んだことないですよ。 OK。 これいくらなんだろう。 0.31、 うん、ぐちょっとね、コーラ飲みたいんだよな。オランジーナ。本当だ、これだってフランス発だよね。そっか、オランジーナ。そうか、コカ・コーラゼロ缶 3.24 ユーロ。パルパルのチキンを売ってます。本当だ、こんなの売ってるんだ。何これ、グリコのミカドってポッキーじゃん。これあれかな、ポッキーって名前使えないからミカドって名前にしたの。さてさて、お買い物を済ませました。街中にもこんな銅像があるんか。だいぶ古いよ、鳩の置場所になっちゃってる。本当だね。なんかレオンサーポレット、すごいな。多分こっちだと思う、帰り道は。そうだね。薄っぺら。え、薄っ。薄っ、薄っぺらよ。びっくりした。これ何もないから逆に。三角なんだね。奥には奥行きがまだちょっとだけあるけど、広がってるけど、うん、あ、すごい、うん、EV の充電スターステーション、スタンドっていうのか、ステーションっていうのか。みんな止めてる。すごい、偽物のミッキーや。著作ゼロや。著作ゼロ。そして公共の場にテーブルテニスの場所がある。え、しかもあれ筋トレマシンじゃない、うん、あんなちっちゃい子筋トレ。難しすぎる。かわいい。頑張れ頑張れ頑張れ。やば、このボルボ出れる。このボルボも出れないでしょ。あ、フィアットだ。いや、この後ろも出れないよ。このベンツも出れんよ。ギリギリすぎる。距離感、いや、この2つはまださ同じ系列のバスっぽいからいいんだけどさ、にしては近すぎるよ。やばい。さあ命からがら帰ってまいりました。もう我々はボロボロです。だいぶ疲れ果てて本当にボロボロ。もう挟まんないよ。結構歩いたし、もう挟まんない。睡眠不足だし、帰って寝るとします。もう休むぞ俺たちは。さすがに疲れは溜まってるね。はあ、それじゃあもう早速寝ます。まだこんな明るいけどね、もう無理だね。ちょっと明日に備えて体力回復したいと思います。それではおやすみなさい。さよなら。Oh my god! Oh my god! これ